それでは続きまして、京都大学心の未来研究センター准教授の熊谷誠司より、インド、チベット、ブータンなどの仏教学やチベット本教の研究に取り組んでいるこの成果について発表をいただきたいと思います。本日の講演のタイトルは、仏教の心感から考えるコロナ危機ですすすそれでではよよろろししししくくおお願願いいいいいたたままま熊谷でございます。 はいえー、今日はですねあの仏教の心感からあのコロナ危機を考えるということで。えー まさに昨年1年間はコロナに翻弄され続けた1年でありましたそうした中でウィズコロナとともにアフターコロナの問題も考えていかないといけないと先ほど山本先生のご講演の中でも強制とウイルスとの強制ということについても示唆がありましたけれどもやはり2019年に戻るということはできないこれを抱えながら 今から人類へ生きていかないといけないということで、私自身あの仏教学が専門ですので、今日はあの仏教、そして心感、そしてコロナ危機といったあたりのキーワードを中心にあの議論させていただければと思います。さて、えっとですね、私たちが普段使っている日常語の中には仏教用語があの多く用いられています。例えばあのコロナで宿泊したと。 えこの「宿泊も仏教のテクニカルタームで「生老病死の4つの苦しみプラス4種類の苦しみ」合わせて8種類の苦しみがあるとかあとは「縁起があのいい」とか「悪い」とかこの縁起も仏教のテクニカルタームですあとは「昔からの因縁で」といったこの「因縁」も仏教の専門用語なんですね。そそししてそれらはあの日常用語と少しあの違ったニュアンスでえ もともとの仏教用語としては異なる意味を持っていると例えばじゃあ,あの因縁とはどういう意味かということですけれども。 因というのは直接的な原因、縁というのはです、ね、あの間接的、二次的な原因ということで、よく条件というふうに訳されるんですけれども、それらが重なって、合わさって結果が生まれると、すべての現象というものはこれは結果であると、でそ,れその現象が生じるためには直接的な原因、因と縁とがの揃っていなければならないと、逆に因か縁のどちらかがなければ結果は起こらないということになります。 であの今回です、ね、コロナ危機をこの仏教の因縁という。あのえー 思想かから見見てみますとと少し違った見え方がでできるのはないかとで例えば、コロナウイルスが因すなわち主原因となって生じた危機これは生物学的危機というふうにここで書いていますけれどもウイルスが体内に入ってその細胞を直接的にダメージを与えていくとこれは陰とウイルスが因となって生じた危機であるとまさに今ワクチンが開発されていますそれを直接的にどうブロックするかといったことが 行われれていますけれどもその一方で,です、ね、コロナウイルスが縁、すなわち条件となって生じた危機、すなわちウイルスとは別のところに主原因があって今回、コロナウイルスの登場によって生じた危機、例えばあのいろいろな危機が考えられます、精神的な危機、あとで田中先生がお話しされるところだと思いますがあの社会的な危機、絆が分断されたりとか社会構造が急変すると。 あとは経済的危機、社会活動が停滞して経済がダメになってしまうと、あとはですね特に弱者ほどダメージがあると、より強い人、情報に強い人は先に逃げてしまうと、一部には富裕層はこのコロナ危機の中で財産をかなり増大させていったといった報告もありますけれども。 弱い人ほどダメージが残ってしまうと、まあ,あのこういったことはですねあの今回コロナ危機のように思いますけれども別のまたコロナウイルスがあのまあ封じ込めることができたとしてもですね、えー、別の要素がまた複次的原因となって生じる危機だと例えば10年前のことを思い出していただきたいんですけれども東日本大震災あるいはあの福島の問題とかで同じようなことが起こっていたと思うんですね SNS での攻撃であったりとかあのデマの拡散とかですね そしてあの情報弱者の人たちがあのどんどんあの大きなダメージを受けているとそういったことがあったわけです。まあ、その大きな違いはあのー えー、大震災の時には「絆」という言葉で、えー、あの物理的にフィジカルディスタンスを取らなくてよかったとそれがあの今回コロナの場合,コロナの場合にはあのフィジカルなディスタンスを取らないといけないと、まあ、絆を強めるということが非常にまあ難しい状況があるといった違いはありますがあの多くの問題はあのー。 10年前の東日本大震災の時とあまり変わっていないところがあるとであれば今回私たちがこのコロナ危機から何も学ばなければ次10年後にまた別の問題が起こった時に結局同じような危機を迎えてしまうといったことがあると思いますですので必ずしもこのコロナウイルスそのものが主原因ではないとコロナウイルスそのものが原因である部分とそれ以外の部分とをしっかり分けて考える必要があるのではないかと思います で先ほどの、えー、コロナウイルスがあの主原因となって生じた危機ということですけれども、えー、因縁の視点から考えますとコロナウイルスがあの因と。 そして、濃厚接触やノーマスクマスクをつけないという条件が重なったときにコロナの罹患者が増大していくそれ以外にもさまざまな条件があると思うんですけれども例えばウイルスが封じ込めることができれば濃厚接触をしていてもマスクをつけなくても罹患者が増えていかないと逆にウイルスがあってもそういった条件をしっかり罹患者が増大するような条件を排除していけば罹患者を抑えていくことができる。 ととといいったことがあると思いますで他方で、えー、あのコロナウイルスが主原因ではなくて、えー、あくまで複次的原因であるといったこと、まあ、今回非常事態宣言とかが出て、えーまあ、非常にあの仕事が停滞したとそれはあのコロナが原因というよりも非効率的な働き方というものがすでにあってそれに今回コロナウイルスが登場してでそれによって仕事が停滞したと。で今回あの ワクチンとかでですねウイルスがあの、罹患者が減らすことができたとしても、また別の問題が起こったときにあのお、働き方を変えていなければ、同じような問題が起こるであろうと。SNS の問題にしてもしっかりで、えー、SNS での攻撃。これはあの 福島のときにもありましたし、えー、あのこれはあその原因としては不寛容な社会といったものがあるわけで、やはりその寛容な心、寛容な社会というものを育成していく必要があるであろうということですね。 えすなわちまあコロナウイルスがあの仮に封じ込めに成功したとしても別の要素が出てくるとまた同じような負の結果が起こり続けていくとその,あの背景にある根本原因というものをやはり解決していく必要があるとその場合にまあこの今回コロナ危機と言われますがその背景にはやはり社会の危機というものがある。 でその社会の危機、社会がどうやってあの構築されているかと、それは私たち一人一人の個の行動によって、えー、構築されていますので、えー、悪しき行動というものがあの、悪しき社会を生み出してしまうで、その行動を引き起こすものというものは、あの心ですので、やはりあの心の問題が大きいと、悪しき心から悪しき行動が生まれ、それが社会の危機につながり、それがひいて今回コロナという、コロナウイルスという条件と掛け合わさったときに、えー、大きな危機が起こると。 ということでですね、やはりあの心の問題というものはあの大きいんではないかと思います。 というような話をしていくとですね心とは何かといった話になるわけですけれどもしばしばですね心というのは後でまた見ますけれども心とはこれですという形で一様に定義するということは難しいんですね後で4種類ぐらいに分けていますけれども例えばいわゆるマインドとかスピリットといった側面あるいは臓器というハートの側面とかあとはネイチャーエッセンスとかですねセンターとかそういう。 いくつかの異なる意味が心という概念の中に入っていますので例えば心のどの部分について議論しましょうというふうに言わなければあの議論が散漫になってしまうところもありますで今日はですね仏教における心ということで仏教における心というものはあのこれですという形でマッピングすることができますのでちょっとその辺りを見ていきたいんですけれどもそもそもまあ仏教とは何なのかということですが仏教というのはあのこれは漢字を開けばですね 仏のの教えとでこ海祖はゴータマシッター・ルタあこの人物がブッダと呼ばれますですのであの、えーまあ、一般的にはそのブゴータマシッター・ルタの教ええーまあ、その弟子たちの教えということもあの広い意味では含んでいくことになりますがその目的はです、ね、精神的な苦悩を除去するということで、えーまあ、あの相対的にあのあの幸福を実現していくということになります幸福を獲得していくと。 でその方法論はですね苦しみが起こるそのメカニズム因果関係を特定して主原因を除去していくとすなわち X というものが原因となって苦しみという結果が生まれるであればこの X を除去すれば苦しみがなくなるということですじゃあその苦しみを引き起こす主原因は何かこれは煩悩だと言われていて、えー、まあ悪しき心の働きこれを要するにカットしていけば苦しみが減っていくそしてあの最終的にはなくなるというのが仏教的な考え方です、まあ、これを 脱と言ったり涅槃と言ったりするんですけれどもえすなわち仏教とは心が幸せになるための教えでありますで心に焦点を当てた哲学とか実践倫理科学そして信仰といった側面がありますであの仏教とは宗教であるというふうに言う人もいればいや仏教は宗教ではないというようなことを主張する方もおられますであの両方の側面がありまして例えばこの信仰的な側面、うん ですね、についてはやはり宗教と呼ばざるを得ない部分ですがそれ以外の科学とか倫理とか哲学といったところは信仰と切り離せばですねあの例えば他の宗教の人でも応用できますしアテイストの人とかでもあの宗教を切り離して、えー、単純に科学との議論とかですねあの哲学との議論ということにあの用いることはできるのではないかと。ででですすののこういったあのあたりをですね、えーあの あのベースで議論をすればよりま普遍的なあの宗教を超えた議論をすることもできると思われます。でその仏教における心とは何かということですがあの心を認識したいというふうに仮に定義しました。であの心に付随するものとして精神作用 ですねというものがあってこの二つをまとめて一般的に私たちは心と呼んでいるあのものに相当するのではないかと思われますこれをですねあの存在論的に見ていきますと。 えこれは摂一彩ウブという学派の反中の論カテゴリー論に基づいて、えー、存在における全存在の中で心がどこにあるかということをです、ね、ちょっとマッピングしていこうと思うんですけれども、えー、存在をです、ね、あのこれはあの伝統によってえ元素の数はちょっと異なるんですが、まあ、一般的に75元素に分解されるとであの全ての存在まず2つ無意とウという2つに分けることができるとで無意というのは原因条件から作られないものとして 三元素があります例えばスペースというのがこの中の一つにありまして空間ですね空間といってもこの,この空間というふうに言えばそれは原因条件から作られるものになりますがそうではなくてそのスペース一般その空間一般というものはこれは原因条件によって作ることができない、まあ、元からあるものだというふうに仏教では考えられていますその一方で私たちが普段生活している中で関わるほとんどのものが原因条件から作られるものそれは結局 あの結果として壊れていくもの、無,無常なものということになりますが、それがあの75元素中の72元素があると、それはですねおおよそ3つのグループに分けられます、まずはこれ、識と読みますけれども、物質的要素ですね、いわゆる物の系のものです、そしてあとはあの心ですね、心と精神作用。 そして、えー、この「心不相応行」と読むんですがこれは物でも心でもないものこれが14元素があるとすなわち心とはあの何ですかといった時にあのこの紫の部分ですねここが心ということになりますということですえちなみにこの「四季」というのは反年心行に出てくる「四季足空」といわれる時の四季というのは この式ということですね。で、えーまあ、このようにあの存在のカテゴリー論の中で心はこれですという形でマッピングすることができますが、あの今度認識のメカニズム、認識論的にですねあの、心の働きについて少し見ていきたいんですけれども、あの仏教ではですね、えっと、心があの感覚器官を通じて対象を捉えるというふうに考えています。 であのこれはです、ね、まだ心が対象を認識していない状態ということで現実にはあの起こりえないんですけど理論的にこういう状況をあの設定してみましたで、えっと、心の周りに今あの、えー、精神作用の元素がありますがこれはまだ心とくっついていない状態です。 そして、えっと、トクプラープティというあの元素がありまして、えー、これはあの心を精神作用の元素とくっつける働きこれで今心が精神作用とくっついた状態でただまだこれはあの対象認識していない状況ですでそれでですね 食、えー、というあの元素あのがありましてこれは、えっと、心をです、ね、認識主体を認識対象に接触させるという働きを持っているとでこれがあの心と同期したあー時点で心が対象を捉えているとでこういうあの、まあ、これでいわゆるあの人があの物を捉えていると認識しているという状況が成立して、えー、いますで例えばですけれども、えー、あの私たちが怒りを感じている。 えというのはこの「フン」というあの精神要素が心にくっついた時その瞬間にあの対象に怒りを感じていると、えー、ですので例えば SNS とかを見てあの何かあの攻撃をしたりする時にあるものを認識してでその後で怒りが起きたという時にまあ仏教的にはですねあの心が怒ったというよりも心にこの「フン」というあの元素がくっついた時にときに 怒りを発す逆にそれを取ってしまえば怒りが取れるということになりますこのようにですね心と心の精神作用ですね精神作用の元素が先ほどの学派では46種類あるんですがその46種類の元素の結びつきによってですね複雑な感情というものが生まれると例えばの嬉しくて悲しくてでもんかちょっと腹立たしいとかそういう あのあの少し矛盾したような感情というものも起こりうるということです。であの、まあ、仏教の目的はですねその煩悩悪しき心の働きをカットするということですけれどもその悪しき心の働きは何種類あるかというとヨガ行有意識学派という学派では26種類あると言われていますで根本的な煩悩6種類で随順的な煩悩20種類でその中にはさらに大中小それぞれ8 2十0というふうに 分けけられれるんですけれども例えば根本的な煩悩にはどういうものがあるかというと執着とか嫌悪とかあとは無知とかですね慢心疑いあとは誤解そういったものがあるとあと随順的な煩悩にもいろいろあって心の上着きまあ肺になったりあとはディプレッションとかそういうものがあったりあとは中程度のものであれば残機がないま恥じらいがないといったことですね。 あと小さなものであれば怒りとか恨みとか妬みとかそういったものがそういった感情が心と複雑に結びつき合うことによってネガティブな感情が形成されるということになります。でまあ、心 仏教におけるその心の位置づけ特にその悪しき心の働きというものについて見ていきましたけれどもじゃあその心をどうエンハンスメントしていくかということですがあの仏教ではこの悪しき心の働きをカットしていくということが目的であるということで先ほどあの紹介しましたこういったあの6種類の煩悩あの根本的な煩悩であったり20種類の随順的な煩悩というものをカットしていくということになるんですけれども その時にです、ね、あのイントロでも申し上げましたようにあの心あの私たちの行動の背,背景には心というものがあると私たちの心が行動を引き起こすとであればその悪しき心というものが悪しき行動というものを引き起こすということですのであのそのお良くない心というものがどういうものなのかということをやはり、まあ、チェックしていくべきであるということなんですけれども、まあ、実際にですねじゃあそういうあの心があのどのような行動につながったかということを コロナ危機において少し見てあのとの関連で見ていきたいんですが。あの そうですねまさに去年の今ぐらいの時期じゃないんでしょうかねクルーズ船の問題で日本の日本国民も非常に危機感が高まってドラッグストアに行ってマスクを買い占めたりトイレットペーパーを買い占めたりといったことがありましたトイレットペーパーはまだまだ余裕がありますからとどれだけ言ってもでもやっぱりなんとなくと言ってみんな買い占めるような人がたくさんいたわけですけれどもその背景には執着 という心の働きがあるとあとはあのコロナ罹患者に対するこう差別であったり嫌悪感というものこれもあの背景にはあのこういう嫌悪感というものがあるとでそうしたあの執着や嫌悪感というものがどこから生じるかこれはあの正しい知識を持っていないということがあの原因に挙げられているわけですね、えー、ですので、まあ、あのウイルスというのは非常に、まあ、危険だということで、えー、あの 国民の皆さんと5人以上での会食はやめてくださいというわけですけれどもただ、あの政治家はあの大丈夫です、80人で会食しても大丈夫だという慢心があ,あるわけですね、えー、しかしながらそれでもやはりコロナ、罹患者が出てしまったというような状況を見てしまうとあのこれはもちろん政治家の方々だけではないんですけれども国民は、いや、あの嘘を言ってるんじゃないかという疑いが出てくるわけです罹患者数を何かこう隠してるんじゃないかとかです、ね、いろんなあの疑いが出てくる。 そうした中からデマが起こってくるとあのこんな情報が手に入ったという未確認の情報であのデマが拡散してでさらに混乱していくと、まあ、こういった状況があの、まあ、コロナ危機において存在しているわけですけれどもその背景にはやはりその心の問題というものが存在しているということでございますで、まあ、仏教ではです、ね、じゃその心をどうやって抑制していくかということでさまざ、あ、まな実践法があります、まあ、あの例えば座禅とか呼吸法といったものもあります けれどもまあ、息を数えていくと、まあ、呼吸法によって、えー、心をこう落ち着けていくとかですね不条、えー、感という瞑想をして執着を抑制するとかあとは慈悲の瞑想をして思いやりをこう育てていったりとかそういったあの。ああののー 座禅法とかですね呼吸法といったものもありますがただ、ただあのジャストシッティングと座っているだけではなくて私たちはやはり日常生活の中で,ですね人との関わりの中で暮らしていますのでそうしたさまざまな状況においてあの私たちの,あの怒りやさまざまなネガティブなあの感情というものをまずは自分自身で気づいてそれからそれをコントロールしていくといった意識であの日常生活を送っていくということがあの大切なんだと思います。 でただですねあの問題があるとで今あのご紹介したようなあの仏教のですね正統な仏教の哲学実践ではとにかくその悟りを得るまでに時間がかかってしまうとワクチンであれば1年でワクチンを作りますということで、まあ、結局あの1年でワクチンが出来上がって今、えー、あの ワクチンの投与を開始しているとじゃあ,あの仏教で先ほどの26種類の,、えー、あの煩悩をかあの1年でカットすることできますかというとこれはもうほぼ無理でありますで特に大乗仏教でいうと三阿そぎ行という時間がかかってしまう阿そぎというのはあのその無料体数にかなり近いあの非常にまあ無限のあの 時とというこでですので何度も生まれ変わる中でこの一生でというよりも来世再来世どん,どん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 修行を重ねていってようやく先ほどの28種類の煩悩をゼロにすることができるということですので1年後にゼロにするということはほぼ不可能であるとあとは修行がとにかく厳しいと高度な哲学を理解したり実践法を習得しないといけないということで伝統的な仏教はですねこれは出家修行者中心のエリート 宗教であるとその日常生活をしながら片手間にできるようなものではないということになるわけですそうすると、ですねじゃあそういうお寺で24時間修行に打ち込めるお坊さんではない一般在家の信者にとって救いはないのでしょうかといったところでですね弱者のための仏教というものがあります。 あのそもそも仏教とは誰のものなのかということですけれども本来はですね護国のための仏教でした国分寺とか国分二寺というものがありましたように総、まあ、国分寺を中心にですねあの全国にそういう基地を作っていくとで、えー、それはあくまで国の,あの防衛のためであったりその皇族貴族の繁栄のためであったわけであの民衆にですねあのそのプロフィットを届けるということはこれは禁止されていたんですね法律で。総二領と、まああの 法律ののの時代からあ,のあったんででですすけれども、えー、ですので大衆にこの仏教の教ええー、そのメリットプロフィットを届けるということは禁止されていてそれを破ると減則をさせられたりあるいはあの罰則規定があったということでありますですのでその当時あの仏教は国民のものではなかったということです、えー、平安時代まではですね官祖国家公務員のお坊さんたちが護国そして皇族貴族のための,あの仏教を行っていたと。 それがあの鎌倉新仏教と言われまして平安末期頃からはですねその仏教の本来の目的に立ち戻って大衆に仏教を解放しようという動きが出てきましたで例えばあの浄土教系であれば法然というあの、えー、っと浄土宗の快奏ですね法然という方で浄土真宗の快奏である親鸞という方であったりあとは禅宗であればあの英才道元というあの有名な禅宗のお坊さんがあの えー、おられますしあとは日蓮宗の場合はやっぱり日蓮上人があれです、ねあのまあ、ビッグネームとであとあのそれらに比べるとあまり有名ではないかもしれませんがソン教団立宗という宗派あーにはソンや任宗という人物が、えー、いますで。今日はこのソン教団についてちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、あのこの鎌倉新仏教に共通して言えるのはです、ね、仏教の教理と実践を大衆に解放したとそれまであの国の一部のお人たちのおため のものであった仏教をですね。大衆に解放したということで共通しているということです。じゃこのエソンと忍勝という人物ですが、あの彼らはですね鎌倉期にですね全国に1500以上の末寺と10万人近い信者を獲得した。であの当時平安京の人口が12万人だったということでですね、あの首都とほぼ同じ首都の人口と同じぐらいの信者を獲得して一大勢力になりました。 で彼らはですねあのエリートの感想ではなかったわけなんですけどじゃあなんでそういった人たちが一大勢力を築くことができたのかとこれはですねあのハンセン病の患者、まあ、当時、雷病と言われていましたけれどもあの弱者救済をしたからです。えー であのハンセン病というあの病気を皆さんあのご存知だと思うんですけれども、雷菌といわれるあの細菌があの皮膚やです、ね、末梢神経に寄生することによって引き起こされる感染症ということです。で、あのプロミンという抗菌剤の有効性が1943年に発表されるまでは不治の病だったと、ただ、致死率は低いということで、治らないと、だけれどもあの、あのこれでかかったから死ぬというほどの病気ではないということで であったわけですがただ手足やです、ね、顔面の皮膚が硬直してその症状がもうすぐ見えてしまうとでさらに微弱ではありますが感染力があったと,ということで差別の対象になってしまってその患者さんたちは隔離施設に入れられたりあるいは離島に送られてしまって社会から完全に孤立してしまったとで日本では雷病という,ふうに呼ばれて中世には避妊と。 さされれてて社会から完全にししまいまいた政府からも見捨てられましたしあの家族からも見捨てられてそしてお坊さんたちからも見捨てられてしまったそういった状況があったわけですねしかし一人の情熱は周囲を動かしそして危機に立ち向かう勇気を引き起こすとこのエーソンや認証たちはそうやって社会から見捨てられた雷病の人たちを救済しようとします で当時です、ね、このハンセン病、まあ、雷病ですけれども、えー、前世の悪業によって引き起こされた病気だと信じられていたようですすなわちあの彼らは前世悪いことをしたからあの今回の一生でこの病気にかかったと。 かかっていない人は前世で悪いことしていないといった原因で考えられていたとあとは、汚れというものを嫌う文化が日本にありますのでお坊さんたちもです、ね、これは汚れだということで逃げてしまうと,ということで彼らはその世俗からも宗教からも見捨てられてしまった。 えそうした中で認証というあの人物はとにかくこの来病の人たちをもう何が何でも救いたいという強い意志を持っていました。それがあのお師匠さんのですねエイソンという人物やその周りの人たちの心を動かしてで教団全体でハンセン病患者を救おうとおいった活動をしたわけなんですね。でそのこの認証という人物があまりにも慈悲心が強いということで、えー、その師匠であるエイソンはですねあの慈悲に過ぎたと慈悲心があり すすぎるるやつだと称するぐらいこの認証の慈悲の心の強さをですね非常に称賛していたぐらいの人物でいろんなエピソードがあるようです例えば、ですねこの認証という人物はですね来病の患者の人たち日頃から分け隔てなく接していたんですけれども仕事がない人がいてですねそのこじをしていたと。 でただ、その人物があの体が弱って、こじきすらでき,できない状況になったと、それを聞いた認証はあの、朝にはその人の家に行って、その人をおんぶしてです、ね、こじきをする場所まで連れて行って、そして夕方にはまたそのこじきの場所からあのおんぶしてあの、家に帰ってということもずっと続けていってで、とうとうその人が亡くなる頃にあにおっしゃるわけです。えー、もうあなたの あのご恩を本当に忘れませんとありがたかったとただ自分はあなたに対して何もできなかったとで次生まれ変わったらあなたの弟子になってあなたをとにかく助けたいと思いますとえそうやって亡くなっていったらしいんですけれどもただ覚えておいてくださいと私はその時に顔にこんなあざがありますとえそうやって亡くなっていったらしいんですねで実際その後であのでこの認証の弟子の中にそういう人があの入ってきてきっと彼は あの人の生まれ変わりだろうというようなエピソードがあったと、まあ、それぐらいです、ね、この認証という人物は困った人がいったらあの放っておけないという人物だったということです、で各所にです、ね、ハンセン病患者専用のお風呂を作って、そして衛生環境をとにかく整えていったと、と赤すりをしたり傷口の治療をもうこれは防護服なく、もう直接手で触って治療を行ったと、そういったことをしたようです。するとです、ね、情熱は奇跡を生み出しましまた 彼らの情熱の電波が病気の電線を一部ですけれども封じ込めたと彼らはです、ね、奇跡を起こしたんです鎌倉の療養所で,です、ね、20年間に5万人以上の来病患者の治療に当たったとそしてなんと5分の4以上の来病患者が治った。 と言われていますで彼らは、ふの病を治した治療者だということで、えー、活物扱いされて、まあ、非常にこう、あの病の患者の方々から信奉されるようになったということなんですけれども、ただ一つ疑問があるんですね、来病っていうのはふの病ではなかったのかと、ハンセン病の,あの抗菌剤、えー、はあの1943年に発見された、それまではふの病だったはずではないのかと。 そうなんですねで実際には、来病患者の中にはハンセン病患者以外の皮膚病疾患を抱える方が多数いたと、それがた多分80%ぐらいだったんでしょうね。で、あの実際治ったのは彼らの病気が治っただけだとで、衛生環境を整えていくことで、その皮膚病が治っていったということで、ハンセン病患者は治すことはできていなかった。たただ当時の人たちは来病彼らが 来病だと言われていた人たちの,あの8割の人たちをこう治したということで、えー、あの非常に信奉されるようになったんですねじゃあそのエーソンや認証たちの行動はメディカルサイエンス的に無意味なのかと結局、ハンセン病は治せなかったじゃないかと体の確かにハンセン病患者の,その物理的なです、ね、体の治癒はできなかった。 しかしあの、ハンセン病患者の方々の心の治癒はできたんじゃないかと先ほどのエピソード、もうえ亡くなるときにあ,のあなたに会えてよかった,あなた生まれ変わったらあなたの弟子になりたいと言わせしめたあそういったあの心の治療はできていたと思いますし、えー、ハンセン病患者の方々の社会的な地位を向上させたとあとは、来病といって一括くくりにされていた別の皮膚病患者の方々もあの治癒させたということで、まあ、こういうところを から考えると医科学的にも決して無意味ではなかったあそして、えー、彼らのそうした結果を生み出したのは彼らの情熱であり行動であるということであります、えー、ではですねあのそうしたあの情熱を彼らが持つに至ったその原動力はな何なのかということですけれどもその背景には文殊信仰というものがありますで文殊菩薩がですねあの慈悲の心をチェックしにやってくると。 えー、お前は慈悲が大事だと言っているけれども本当に困った人がいたときに助けるのかということを常にチェックされているということで、えー、彼らはです、ね、困った人がいたらもうそ,その方々を片っ端からこう助けていけばいつか文字菩薩に会えるんじゃないかという信仰心を持って助けていたとそれがあの結果的にあの社会的な弱者の方々の心をつかんだということなんですね。えー、ただだの,の人助けけととというだけではははなくててて信仰心がある彼らにとってはそれは修行として非常 非常にプラスだったとということなんですねそうした彼らの信仰に基づく情熱が彼らの行動を起こして行動が救済を引き起こしてそして救済が信頼を生み出していったということがその背景にございます。 そうした話をあの聞くとですね、私はあのある一人の人物のことをあの思い浮かべてしまいます。野口英世という人物で、あの財布の中をあの見られればですね、そのお顔を見ることができますが、ノーベル賞候補者にもなった有名な医学者です。ただあの野口英世のですね業績の多くは彼の死後に否定されているということで、あの野口英世よりももっとあの医学的にあの業績のあっ た者たたくさささんんいいるるわわけけででノーベル賞賞を受賞されたあのお医もすただあのなぜじゃあ野口英世が好かれるのかあというとやはりあの野口英世という人物が苦境の中を突き進むその情熱とパッションとですねその行動力を持っていたとそういったことがあったからこそあの仮に彼の業績の一部があの否定されてもあのそれをじゃあ自分がさらにあの追求していこうというあの次なるあの医科学者たちの情熱をえあの生み出してす。 出していったということではないかと思います。 まあ以上の,あのお話はですねあのインド由来の仏教に基づくあのお話なんですけれども日本の仏教はですねあの時としてこれは仏教ではないというようなですねあのまあちょっと特殊な教義を持っているそういった仏教なんですけれどもまああの日本仏教を見ていくとですねその中に日本らしさとか日本的な心感というものをあの見ることができますので少し見ていきたいと思います。 で日本の「あのえー、あの心」心という概念はです、ねまあ、非常にあの適応範囲が広いということがあの仏教を通じても分かります例えばあの日本以外のです、ね、地域もあの含めて全ての仏教に共通し,して言えるのがです、ねえー、と全ての仏教があの認めるところがです、ね、人間も動物も心があるというふうにあの考える点なんですけれどもその一方であの物には心を あの持たせないと例えばこの本に心はあるかというと日本以外の仏教徒の人たちはそんなものは心はないと本には心はないとだけれども日本の仏教においては本にも心があると。 すべての,あの宗派ではないですけれども特にあの平安時代以降の天台宗はですね草や木や山とか川石ころにも心があるというふうにあの言い出しますこれは日本仏教の特徴というよりも日本的な心感があの日本仏教の教義をある意味こう変えていったというようなものであろうと思います。 で先ほど心を一応に定義することができないと言いましたけれどもあの心というあの単語広辞、まあ、園とかで見ていただいてもあの分かると思うんですけれども、えー、ここではお,およそ 4, 4つにですね区分しましたいわゆる精神的な側面とあとはあの身体的な側面あとは空間質的な側面そういったさまざまなあの意味を持っています。 でそうした心が行動を生むということでしたけれどもおお、まあ、よそ私たちの社会では善悪の二元論に基づいて行動,を行動規範というものがあるわけですがあの善と悪の スパイラルと私は呼んでいるんですけれども、えー、とまずは良き心があってその良き心から良き行動が起きてそして幸せになるとで幸せになるとまたあの良きあの心を持って良き行動を起こしてというこれを善のスパイラルというふうに呼んでいるんですけれどもその一方で悪のスパイラルこれは悪い,行動が悪,あ悪い心が悪い行動を引き起こして不幸になるそうするとまた悪い心を起こしてというこの悪のスパイラル、まあ、これらがあの善,善と悪のです、ね、行動がですねあの対立しているというのがあの 現実であるとであの一般的な仏教ではですねこの悪のスパイラルを完全にあのカットしていくと悪の精神作用をもうあの減少させていってゼロになるこれが理想的な状態でその時には良き心があって良き行動があってそれに基づいて幸せになるということこの善のスパイラルだけが残っている状態これが理想的な状態だとされています。 えー、ところがですねあの日本はあの非常に特殊で自念というあの考え方があっておのずからしかりとあるがままをあるがままとして認めようと確かにあの善のスパイラル悪のスパイラル善と悪というものはあるとだけれども悪をもうとにかく潰して、えー、なくしていこうということはなくて善は善のまま悪は悪のまま許容しようというあの発想があります。えーあの 先ほどのご講演でそのウイルスの強制とウイルスを悪だと決めつけて、えー、それをもうやっつけてしまおうという考え方も一方にはあると思うんですがやはりあのそれは一つ仕方がないものとして、えー、あのいいものというわけではないにせよ、まあ、あの受け入れていくという姿勢をあの日本人は持ちやすいのかなとそのようにあの思います。これがあの、えー、次年の善悪論 そうしたところも踏まえながらです、ね、今日は短い時間でインド由来の仏教と日本仏教からです、ね、心の在り方ということを見てきましてコロナ危機を考えていこうということなんですがその日本仏教は今どうなのかと先ほど認証という人物がとにかくその雷病患者を救おうという彼への情熱と行動が多くの人の信頼を集めて一大政治をて 力になっっていたといたことがあるわけですが今の日本仏教はじゃあ救済となり得ているかという質問をした時におそらく多くの人たちはですねノーだと衰退そして消滅の方向に向かうだろうと、まあ、あの衰退をしていくけれどもゼロになるということはないんじゃないかと思う人もいるかもしれませんがただですねインドでは13世紀に仏教があの消滅してしまいました。 あのインドではだいたい500年から700年単位で変革があの起きていまして、えー、紀元前の5世紀頃にブッダが登場して紀元前後には大乗仏教が登場で7世紀に密教が登場して13世紀にインドで仏教があ消滅しました、えー、しかしあの20世紀になってです、ね、新仏教が登場すると。 あのアウトカーストの人たちが、えー、仏,教仏教徒になったんですね、今もどんどん仏教徒の数はもうあの何百万人、えー、というあのペースで、えー、増えていますあの、ある本によれば1億人ぐらい仏教徒が今いるんじゃないかと、でその発端はアンベイドカルという人で、ネルー政権の際の法務大臣になった、あ彼がアウトカースト出身で、えー、亡くなるも直前にです、ね、あのアウトカーストだと、えー、あのあそのヒンドゥー教の枠組みだと、 ルートカーストは下達できないとあの幸せになれないとであればもう仏教徒に改宗して仏教であれば別にその出自関係なく幸せになれるということで彼が仏教徒に転校してその彼の信奉者たちがどんどん仏教に転校していって今もどんどん仏教徒が増えていっているといったことがあります。その一方でですね日本 はですね、大体200年から400年単位で変革が起きていると思われます6世紀に仏教が伝来しまして9世紀には貴族仏教の時代になりましたで12世紀先ほど紹介しました鎌倉新仏教の時代には仏教が大衆化しましたで17世紀、まあ、ここがある意味仏教のピークだと思うんですが寺受け制度によって仏教仏教というよりお寺がですね行政的な役割を果たすようになりましたで特にその1600年代の中頃ですねあの島原の乱も をあのお縁,縁として、えー、あのキリシタン弾圧というものが強まってですねでで全国のお寺に戸籍管理をさせてそしてキリスト教徒がいないかあのチェックするために、まあ、村に1つお寺を作るといった、まあ、お寺があの役所的な役割を果たすようになってお寺の数があの10倍ぐらいにあの増えたあーではないかと思います。そそこがもうお寺の数の数ピークでそこからあの えー、だんだんお寺の数は減ってきて、まあ、あの微弱ですけれども少しずつ減ってきています、まあ、形上はお寺の数が一気に増えてあの仏教があの盛んになったように思うんですけれどもこれはあくまでそのあの行政的な役割としての、えー、位置づけが高まっただけでその一方でその実質はどんどん失われていくと、えー、人の,あの心の、えー、悩みに向かい合うといった側面があ 低下していくとでそれで19世紀に入って、えー、廃物希釈ですねその行政的な役割を剥奪された仏教は一気に衰退していくとで戦後ですねさらにどんどん衰退していく状況で21世紀に果たして日本の仏教はどうなるのかということですがあのよくあの言われます日本の仏教は葬式仏教でダメだというんですけれども日本以外の仏教を見ても大体葬式仏教なんですね。 えですのであの葬儀をしないというあの仏教はあの、えー、もちろんあの葬儀にどの程度、えー、あのどういうんでしょうかあの重きを置くかというのはあの地域によって違うと思いますけれども、まあ、あのそ,のそれでもやはり葬儀は非常に重要だと。 であのこの葬式仏教がです、ねまあ、葬儀がただのお金儲けと、えー、その教団側のお金儲けにしかなっていないということであればあの不要だと思いますただあの死者や遺族の方々の心のケアとなっているのであればこれは必要であろうと思いますですので葬式仏教だからダメだというわけではなくてどういうタイプの葬式仏教であるのかという議論が必要だと思いますあとは社会的な意義があの存在しないのではないかと。えーあの あのこれはですね先ほどの認証とかの話にも関連しますけれどもそういった社会問題に対応できないのであればあの意義はないと言えるかもしれませんがまだ社会問題にしっかりとあの対応できている先ほどの認証の話で言えば政府がそこに対応しないということであればその仏教界があのそこをしっかりとあのサポートしていくそういうことができていればあの今の時代でも意義があるということだと思います。 でですので心と社会の課題に向き合おうとするその情熱と行動というものがあれば日本の仏教はこれからも復活していくことでしょう実際インドではそういった状況がありますので仏教はどんどん仏教とは増えているとすなわち教団のため教団の利益のためというのではなくて世のため人のための行動を起こしていけば仏教は日本の仏教もますます復活していくますます発展していくことであろうと思います。 あとはですねあの心と社会を深く理解するためにですね仏教は常に最先端の科学と 向きき合うべきだと言うとちょっと突拍子もないことを言っているように思われるかもしれませんがあの伝統的な仏教はですね常に当時の最先端の例えば天文学であったりあの素粒子物理学あの例えばダークマターにそんあの相当するようなものをもう仏教ではあの2000年近く前から提唱していたりしますで医学もそうですそうしたものと常にあの仏教は対話しながらあのやってきたんですけれども、えー、ですので科学と向き合うべきだというようなことを最近考えていましたら あの西谷啓二という先生があのもう40年ぐらい前に「仏教について」という本の中で。あの あの仏教は科学とあのしっかり向き合っていかないといけないということをあの言っていてでそれを実際あの誰,も誰もと言いませんけれどもあのかなりそういった意識は低いではないかと思っていますでそうした中で,ですね今あの我々のチームでですねあのサイキナビゲーションシステムという新たなテクノロジーを開発しようとしていましてそれで安寧と活力を共存する社会を実現するためのまあ一つの,あの 役割を果たせればということで今、内閣府とか JST がですね、ムーンショット型研究開発事業というものをやっているんですけど、そのミレニアプログラムというものに採択されまして、今、仏教学と心理学、情報学、電子工学などと共同して、人の心を少しでも安寧にできるような技術を開発しようと思っています。具体的的ににには伝統知にま伝統統仏教ととどまを AI に機械学習させてそれで神的変化というものを が起こるかどうかというものをですね、あの数値計測して、でそしての AI を通じてですね。 あのルート設計をしてそこにアクチュエーターとかを作って心をナビゲートできればとそういったことをやっていますであの以上ですね、まあ、今日は仏教と心そしてコロナ危機という視点から議論を進めてきましたけれども最後にまとめたいと思いますでコロナ危機という言葉が一つのテーマになりましたが必ずしも一応ではなくてですねあの私仏教学が専門ですので、まあ、今日は因縁というテクニックを ニカルタームからコロナ危機を捉え直ししてみましたで何が主原因で何があの条件なのかということを見ていくとあのコロナ危機があの2つの視点で、えー、あの分析することができるとで多くのあのコロナ危機の多くのものはです、ね、コロナウイルスがあの主原因というよりかは複次的な原因となって生じているということであればコロナウイルスをです、ね、封じ込めできてもまた別の要素があの生じればですねあのあの 同じような危機が生じてしまうとその背後にある主原因の解決が必要ということでそれらを探っていくと意外と心の問題が大きいという結論に至りましたで例えばコロナ危機でさまざまな問題が起こりましたけれどもその背景をたどっていくとやはり心の問題に行き着くであろうと。 で,えー、ですのであの、個人個人がです、ね、心の自らの心の状態を知りそしてあの、悪しき心の作用を抑制していくということによってことこの幸福で引いては社会の幸福度は高まっていくというのが一つですがただ、やはり先ほど言いましたように仏教の,あの修道論を見てあの1年でそれらを完全に克服するということはできませんであればすべての弱点を克服できるわけではないとじゃあ自分の弱いところどこができてどこができないのかというあの弱い部分 もしっかりとと認めてて受け入れていくと自分の弱さを受け入れられればあの他人のですね他者の弱さというものもあの認めて受け入れられるようになるとあのすなわち他者に対して寛容になることもできるのではないかとこれがですねやはりコロナ危機突破の一つの鍵ではないかとそして今回コロナ危機ですけれどもまた10年後にまた違う危機がやってきたときに私たちがその次なる危機に対応していけるそういったこともあるのではないかと思います。とということであの心を することの大切さということをあのぜひですね皆さんと一緒に共有できればと思います。まああの今日あの申し上げたあの議論もあのあのあいところもありますので、まち情報が間違っているとかですねこんなあの考えもう他にあるんではないかといったことがあればですねどんどんあのぜひあのお知らせいただければあの議論がさらに深まっていくのではないかと思います。ということでありがとうございました。熊谷順教授ありがとうございました。